一つちょっとここで皆さんですね、考えてほしいんですけれども、まあ、皆さん今ちょうど20歳、まあ、21歳ぐらいですかね、大学3年生なので、21歳ということで、まあ、大学を卒業したら、まあ、社会人になってと、じゃあ社会人になった時にまた家庭も、まあ、自分のですね人生プラン、家庭を持つということも、まあ、皆さん自身のですね人生プランに入ってると思うんですね。じゃあその時に、まあ、皆さんがですねどういった家庭を築きたいかなとか、または一緒にですね生きていくパートナー、そういった人を、まあ、どういう人をこう選ぼうかなっていうのは今からでもですね漠然と自分の中でこう描いているものがあると思うんですね。でそこで、まあ、皆さん自身が、まあ、今大学生活でもしかしたらそういう人に会ってるかもしれないし、まあ、就職してからですね、あちょっとこの人ってちょっと自分の価値観と合うかもとかですね、あとは自分のその将来設計と本当に合うなっていったことで、まあ、結婚というのは決めていくと思うんですけれども、まあ、それが本当にその結婚相手の決め方です。でもそれがですね、じゃあ皆さん自身が、まあ、これからですね、結婚しようとなった時に、あ、1ヶ月後にですね、結婚式が控えてると。そしたら、あ、ちょっと1ヶ月後に結婚式控えとけ、ちょっと自分なんでこいつ好きやったかちょっと考えてみらんてんかとかですね、あ、自分なんでこいつと結婚しようと思ったんだっけみたいに、そういうふうにですね、あ、ちょっとこいつと結婚する意味をちょっと自分の中で作らないといけないってことはないですよね。まあ、時期が迫ってるから結婚する理由を選ぶとかですね、なんでその人を選んだのかっていうことを解雇するってことはないと思うんですね。これはだから就職活動も全く一緒なんですね。だから就職活動だからとか、またはその面接だから、エントリーシートで、まあ、1ヶ月後書かないといけないから、まあ、自分がですねちょっとこう知ってる企業の志望動機を作らないといけないというのは、その1ヶ月後に結婚するからなんでこいつと結婚しようって思うんだっけっていうのと全く同じ姿勢になってしまうんですね。そうではなくて、皆さん自身が今ですね、どういう将来、社会人としてどのように活躍していきたいかとかですね、まだどういう人間でありたいか、具体的ではなくてもいいから、まあ、長期的で、またそういう抽象的なものでもいいから、それをまずですね、しっかりと決めることが大切なんですね。ただそこで、まあ、実際にですね、皆さんが今企業説明会行ったりとか、合同企業説明会行ったりしてますけれども、そこで、あ、自分自身とですね、合うなといった企業さんが選定されてくるわけなんですね。だからその志望動機というのは共感ポイントだっていうお話を先週講義の中でもされましたけれども、まあ、自分自身が本当にですね、まあ、例えば出版業界で活躍したいとか、じゃあ出版業界活躍したいっていうふうにあるけれども、今すごくですね、まあ、活字不況だと言ったところで、ちょっと少しでもですね、そんなことはない、本当に素晴らしい本がたくさんあるんだから、そういった本をたくさんの人に広めたいっていう思いがあったらですね、じゃあ、うちの会社はですね、まあ、絵本っていう分野で、広めたいと思ってるんですよって言った時に、あ、そうそう、これからの子供やっぱ呼んでもらうにはそういう子供の時からやっぱりそういう習慣つけていくの大事だよねって言ったところで、あ、すごいこの企業さんの理念でまた描いてることと一緒だなって思った時に、初めてですねそこで、あ、行きたいかもと思うわけですね。だからその、気持ちがその志望動機になってくるんですね。だから志望動機っていうのは、例えば期限がね、成功がそろそろ始まったから、あ、なんかどっかですね企業を見つけて決めないといけないとか、そういうことではないんですね。皆さん自身が日頃からですね、そもそもどういうふうな社会人でありたいのか、また自分自身が、まあ、これからですね卒業後に社会人として活躍していくにあたって、まあ、どういう分野でまたどういう業界でやっていきたいかっていうことをまずですね決めてみること、でここで一つですねまたさらに重視しておきたいことがあるんですけれども、よくですね、毎年企業説明会が面白かった、すごい社長のですね理念に共感したっていうことで、まあ、自分この会社行きたいですっていう人いるんですね。それはすごいいいんですよ、なんか共感ポイントが、あ、自分すごい共感するな。でもですね、そこ止まりだとすごいですねもったいないんですね。というのもすごいですね、この会社の理念に共感した、また社長の理念に共感したっていったところで、一番初めでですね、その企業に興味を持つきっかけとしては非常にいいんですね。でもそこ止まりだとですね、企業の理念っていうのはそもそもですね、企業があるべき姿ですね、ありたい姿ですね、創業当時からこのような自分の会社は企業としてお客様に、貢献していきたいといったところで、どの企業さんもですね、まあ目指す姿なので、いい理念を掲げてるんですね。だから理念だけに共感しましたって言っても、それはみんな誰もがですね共感しやすい理念を掲げているので、そうではなくて、皆さん自身はだったらですね、そこの会社の理念に共感したならば、その理念をですね会社は今どのように実行
うしているのだろうかっていう問いを持って、さらにですね、皆さん自身が企業を見ていく、またその位置している業界を見ていくことが非常に重要なんですね。じゃあですね、そうやって理念掲げているものを自分すごい共感するなと、自分の人生観にも合うな、また自分がですね、そうやって問題解決したい、ものとすごい合致するなって思った時に、じゃあそれがですね、商品とかサービス、どのようにその理念を実現するために商品サービスの分野で現れてるんだろうかとかですね、じゃあその社員の人は実際その理念をどのようにですね、仕事に向けて、今の仕事をやってるんだろうかとか、または、その会社のですね、例えば社員研修だったりとか、どのようにですね、そうやって社員育成やってるんだろうか、そういうふうにですね、自分の中で見ていくと、さらに一番最初にですね、最初は理念に共感したっていう動機ですね、行きたいと思った動機がどん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 深くなってくるんですね。これが皆さんの大事な志望動機になってくるんです。だからですね、その志望動機っていうのは確かにですね、社員の人ではこれもありますね、その社員の人こうちょっとお話をして、あ、その人がすごい尊敬できる人だった、だから自分もこの会社行きたいなって思ったんです。それまたいいんですよ、皆さん自身が共感したところ。でもそれだけだとですね、じゃあその社員の方がもし辞めてしまったらですね、皆さんが入社した時にその動機というのがなくなってしまうのか、ただそうではないですよね。だったらなぜですね、その社員の方が本当に仕事が楽しい、また生き生きとしてるのかっていったところを、また皆さん自身がその企業さん見ていったり、でまた面接ですよね、選考か進んでいくに従って、皆さん自身でさらにそれを、落とし込んで深めていかないといけないんですね。が、その志望動機というのは共感ポイントだというふうに、その皆さん自身が、まあ、自分自身のですね、また将来、まあ、こうありたいとか、またこういったところで問題解決していきたいんだといったところで、この会社と合致するポイントだというふうにお話ししましたけれども、だからその熱いとかですね、また理念に共感した、またその社員の人が生き生きと働いてたから、これで入るのはいいんですけれども、そこからですね、さらに深めていくこと、それが志望動機なんですね。だから、まあ、勝つ人の志望動機というのは、つまりですね、そのエントリーシート書いたから自分の志望動機それで作れたとかですね、あ、面接うまく得たから志望動機もうそれで終わりとかですね、あ、内定もらったから自分の志望動機それで終わりということではなくて、ずっとですね、志望動機というのは深まり続けるんですね。一番最初に皆さん自身が企業さんと会った時のその動機ですね。でまた、エントリーシート書くとき、さらに選考ですね、社員の方たちと、まあ、2次3次という形で役員面接とかありますけれども、その中でもどん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 深まっていくんです。でまた内定後も、あ、本当にこの会社また行きたいなというふうな視点でですね、見ること、まあ、これが勝つ人の志望動機なんですね。だから、まあ、入社後もだからそういった方というのは本当にですね、自分が抱いた志望動機というのをさらにですね、深めていく、これが、本当に勝つ人の志望動機です。なので、まあ、皆さん自身ですね、志望動機っていうふうに考えるとちょっとですね、こう肩を張ってしまって、なんか 100% 作ってないとですね、なんか面接も受けたいけないとか、なんかエントリーシートも書けないって、そういうふうに思いがちかもしれないんですけれども、そうなんです、自分自身で深めていく、そして内定後も入社後もそういうふうな姿勢で臨んでいくこと、それが皆さんにとって本当にですね、皆さんが今描いている社会で活躍したい。で、こういうふうに見ていくとどうですか？あ、ちょっと面白いかもなって思いません？これから企業さんを見ていくと。また、取引書くときもそうですし、まあ、さて、ニュースですよね。経済ニュースとか見るときも、あ、自分の関連している業界とか、関連している会社のニュースが出てきたら、あ、これってどういうことなんだということで、どんどんですね、興味が湧いていく。もうそれがまた自分自身の志望動機に厚みを増してくる。なので、そうやってですね、皆さん自身、志望動機というのは、作るとかそういうことではなくて、本当にまず自分自身どういうふうに将来ありたいのかというのを決めて、そして、深めていくものなんだと。だから 100% ないと受けられないとか、そういうことではなくて、まあ、一つ一つですね。だって、まあ、企業説明会行った。で、まあ、選考受けた。その中でどんどん深めていくものなので、そんなにですね、気負わなくて、まず本当に自分自身がどういうふうに活躍したいのか、そういったところを決めることからまず始まってくるので、これからですね、非常に楽しみになってくるんじゃないでしょうか。